マリサ、今日友達のイチローとお昼を食べるんだけど、一緒に来ない？おう、いいぜ。マリサは何が食べたい？そうだな、昨日中華を食べたから、今日は和食の気分だぜ。そうなの。私は今日は洋食の気分なの。そうなのか。それなら、イチローも入れてみんなで多数決にするか？あら、マリサ、それは危険よ。危険なんでなんだぜ。例えば、もしイチローが中華が食べたい場合、マリサは和食、イチローは中華、私は洋食、になって選べなくて困るじゃない。それはそうだけど。でも昨日中華を食べたから、和食が一番だけど、洋食でも大丈夫だぜ。だから、洋食でいいんじゃないか？なるほど、それでもやはり、多数決は危険ね。え？それでもダメなのか。マリサは投票のパラドックス、って知ってる？知らないんだぜ。投票のパラドックスというのは、個人がそれぞれの好みで投票して、集団全体の好みを決定しようとすると、選択肢間ではっきり優劣がつかなくなることを言うの。どういうことなんだぜ。じゃあ例を使って説明するわね。外食に出かけようとしているイチロー、ジロー、サブローの3兄弟が、どのレストランに一緒に行くかを決める状況を考えて、お店の候補は和食、中華、洋食の3つで、各人の好みは次のようになっているわ。見事にバラバラなんだぜ。そうね、兄弟と言っても必ずしも、好き嫌いは一致しないものよ。ここで普通に多数決を取ると、どうなると思う？イチローは和食、ジローは中華、サブローは洋食に、投票して全然決まらないんだぜ。その通りよ。三人とも一番好きなものが違うので一つを選べないわ。では、次に和食と中華で多数決を取る場合を考えて、和食と中華の二択か。これは決まりそうだぜ。イチローは和食が一番だから和食、ジローは中華が一番だから中華、サブローは一番が洋食だけど、二番が和食だから、和食を選びそうだぜ。その通りよ。この場合は、2対1で和食が勝利するの。今日は和食で決まりだぜ。では、次に同じように中華と洋食を比較すると、どうなると思う？これも同じだよな。ジローは中華が一番だから中華。サブローは洋食が一番だから洋食。イチローは和食が一番だけど、二番が中華だから中華。だから中華になりそうだな。その通りよ。二対一で中華が勝つの。つまり、多数決によって確定した集団の好みは、和中及び中洋となるの。おう、これはわかりやすいんだぜ。だから、今日は和食を食べに行けばみんな満足だぜ。そうでもないのよ。これだけを見ると和中洋と、この三兄弟の集団としての好みが順位付けされたように見えるわ。あれ、おかしいんだぜ。さっきは多数決で和洋中で選べなかったのに、今は順位がついているぜ。そうね。なので、和中洋を証明するためには、数洋も正しいと証明する必要があるわ。論理的には、和中で、中洋だから、数洋になりそうなんだぜ。そうね。ただ、実際さっきと同じように和食と洋食で、多数決をすると、今度は、洋食が和食に2対1で勝ってしまうことがわかるわよね。確かに、ジローとサブローが洋食、イチローだけが和食だぜ。つまり、結局は集団の好みが一貫しないの。これが投票のパラドックス、と言われるもので、18世紀の社会学者コンドルセによって発見されたわ。少し専門的に言うと、推移性を満たす個人の選考から、多数決によって導かれた社会的な選考への推移性を満たさなくなること、を指すことが、投票のパラドックスよ。よくわかったぜ。でも、今日何を食べに行くかという問題は、まだ解決していないんだぜ。そういえばそうね。あ、今イチローからメールが来ていて、今日はランチに一緒に行けないみたい。おう、じゃあ今日のランチは洋食で決定だぜ。ということで、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いできれば幸いです。